バンギ自治区、通称バンギは中央アフリカ共和国の首都、推計人口73万人。バンギはどの州にも属さず、自治区単独で同国を構成する。1889年にフランスが築いた全省基地に由来する。コンゴ川の支流であるバンギ川下半に位置する。バンギよりも上流は急流のため、大型商船の通行ができない。 そのため、重要な港町でもある。ウバンギ川は、中央アフリカとコンゴ民主共和国との境界となっている。コンゴ民主共和国の存語は対岸。欠片の気候区分で、サバナ気候に区分される。バンギの行政区バンギは8の行政区からなる。人口は2003年。バンギの産業は織物、食品、ビール、靴、石鹸。主要な輸出品は、麺。 木材、コーヒーサイザル朝である。市内中心部バンギ周辺のウバンギ川、バンギムポコ国際空港があり、ブラザビルとの航空路が開設されている。ウバンギ川の水運を担う河口がある。バンギ大学がある。首都ではあるが、旅重なるクーデターによる政変や、反政府勢力の流入により、治安が極端に悪化。2013年には、 イスラム教徒とキリスト教徒との対立も加わり、数百人規模の死傷者を出したことから、急創四国のフランスやアフリカ連合の軍が治安維持を目的に駐留している。2014年1月には、ミシェル・ジョトディア大統領が辞任し、イスラム色の強い政権が崩壊。市内では、イスラム教徒の焦点に対する略奪や襲撃、食人行為などが生じた。 2014年5月28日、市内の教会が襲撃を受け、市民17人が死亡したほか27人が拉致された。襲撃を阻止できなかったミスカに対し、地域住民の不満が高まり翌日から市内でデモが発生。同月30日には数千人がブルンジの基地に押し寄せ、一部が内部への侵入を試みたため、ブルンジ軍側が群衆に対して発砲。 3人が死亡した。ありがとうございます。